イスタンブールモノレールは、トルコ共和国イスタンブール県イスタンブール市にて、計画中のモノレールによる、マストランジットシステムである。東モノレールは2019年前期に、利用可能予定となっている。東モノレール路線は、セファコイを経由して、キュチュクチェクメジェバシャクシェヒルカンが結ばれる。路線延長は 15km となり、支点、終点間の総移動時間が27分かかる。 片方向きへは1時間あたり1万5000人の乗客を運搬することができる。モノレール駅として、セファコイ、アームモニーパーク、ボルサン、サニー、GMRK、ヨール、ハルカルメルケズ、トキマイナス1、キマイナス2、アレーナパーク、モスク、ジアゴーカルピー、アトタークオートサニー1、アトタークオートサニー2、ベーザコヌートラー、オナーカント、 おやあかンたんどばしゃくシせヒルファティテリムスタディウムの17駅に30編成の列車が停車する。モのレール路線は、ハルカルメルキズ駅で、キラスル。ハルカル、セファコイデイエナキャップインサーリーセファコイ、ベイレーキトゥーズ、アレーナパークでモメートベバハセイシーヒアエッセーニュールと、およびボチャクシャーヒアカニエトラー駅で、オトガーバグクラーボチャクシャーヒアの都市鉄道路線に、接続される。当プロジェクトは、 イスタンブール都市圏によって管理されている。東モノレールシステムの建設における入札では、アラルコホールディングの子会社である、オールシムが勝ち取った。建設が2017年4月に開始されるとの報告がなされた。2019年前期に、当プロジェクトの完成が予定されている。建設費には12億9200万トルコリラが割り当てられる。ありがとうございます。